は第5レーンメイクレビュー中山水下駅新馬で芝生 1800m レビューを迎えました中2走に出走です。中山中馬場のまた安部が認識してきました。芝コースが主でマウンドコースが不要、スタンド前でのアピール1番というのは少し弱いそうな気がいたしますが、3番は12と角度を収まって、最後にフラフロマジと収まりました。スタートしました。バラフリカスタート、ここ8番に投稿だし、ブルードロップフラフロマジと出てきて、3番グランチのセットです。あとは8番コンクエスト、そこに9番ジュラジトに曲がっていって、3の前を通過、各場第1コーナーをカーブしていきます。先手取った11番ブルーブロッコ、1コーナー中間です。スピードが1番進み、2番手に12番のフラフロマジコです。2コーナーをカーブしていきます。1番進出さ、外を回って7番のアイドンクック、3番手13番のダンショセット、4番手2コーナーをカーブ、向上面です。今4番エステランプです。前が5号、あとは3番審査コンクエストが外、11番のアクナク挑戦、そして中盤には6番のラジオラスが追走、さらには10番のモントグレッチや3コーナーへ向かいます。内に5番のグレイスク、後ろから3番手のところ、あとは2番審査9番のウザクロインがいて、2番審査最高峰2番ブルーマンド、あとはこれから3コーナーを向かいます。逃げる11番ブルーブロッド、リードが1番進みです。少しチェーンが高くなって3コーナーを迎えます。12番フラフロマジコが2番手、この場合は残り600メートルを通過、3番フラフロ、7番バーミルに続く3人コーナー通過です。8番コンテスト、1コーナーへ向かいます。内は3番のグランチェット、その後に4番のエクランプレイ、もうしばらくです。